はい、新しいアイコンをご紹介します。デラックスツタンカーメンゴーストアイコン。なんと仮面ライダーゴーストではなくって、仮面ライダースペクターですね。スペクターがゴーストチェンジするときに使うアイコンです。このパッケージに写っているスペクターのツタンカーメン魂、もうほんと惚れ惚れするデザインですね。かっこいい、ファラオっぽい感じのフードになってるんですね。早くねゴーストチェンジシリーズも欲しいな。そしてこの裏面に書いてある、音声ですね。このセリフからどういう音声なのか想像もつかないですね。さあでは早速開けていきたいと思います。はい、説明書と一緒にガンバライジングカードが入っています。はい、こちらが付属しているガンバライジングカード、仮面ライダースペクター、そして裏側バーストがこちら、仮面ライダースペクターのツタンカーメン魂。うわーかっこいい。はい、こちらがツタンカーメンゴーストアイコン、ナンバーは11、かなり飛びましたね。そしてボディがとても綺麗な、まあ、ブルーのようなグリーンのような、なんかすごい綺麗な色ですね。なんとも言えない神秘的な色に見えます。そして中のアイコンが、こちら今ゴーストチェンジの、ツタンカーメン魂の顔になっていて、この細い狐のような目がそれっぽいですよね。そして必殺技が、おー、ガンガンハンドの鎌モードのような、鎌ですね。鎌を振り下ろしているようなデザインになってます。そしてこちらが通常モード、そして11番のナンバリング、以上の4パターンの音声を切り替えることができます。それではこのツタンカーメンゴーストアイコンを使って仮面ライダースペクターツタンカーメン魂にゴーストチェンジ。お、大気音が違う。スペクターはバッチリミラーじゃないんだ。バッチリミロー。では変身します。すごいかっこいい。おお、もう大気音も含めてゴーストともう全然違うんですね。あー、驚きました。うわーかっこいい。それではトリガーを操作して必殺技遊び。これはあまり変わらないんだ。それでは大目玉も聞いてみましょう。大海岸ストンカーメン大目玉。はい、これもツタンカーメンという音声以外は、いつものアイコンと変わらないですね。これはかっこいいですね。もう一回聞いてみたいです、変身サウンド。いいですね、この大気音。ピラミッドは三角、OK の四角。いいっすね。ノリノリですね。ということで、以上、デラックスツタンカーメンゴーストアイコンをご紹介いたしました。